経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回はデータベースというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。でまずなぜ情報システムを学ぶのかということなんですけど、常に進化し続ける情報システムの基礎基本を学ぶことは、これから伸び続けるインターネット業界でさらに大きな成功するための強力な知識の武器となるからということですね。はい、情報技術の全体像としては、まずパソコン、スマートフォンなどがありますと。でそのパソコン、スマートフォンというのはハードウェアとソフトウェアに分けることができるということですね。ハードウェアというのは機械そのもの、ソフトウェアというのはその機械の中に収められている無形の、コンピュータープログラムですね。こういったものがありますと。でその自分が持っているパソコン、スマートフォンからルーターを経由してプロバイダーに経由して、そしてインターネットに接続するということですよね。でインターネットに接続したらデータベース経由で、自分が欲しい情報っていうのを、検索で調べて、そしてインターネットを通じてプロバイダー、ルーター、そして自分のパソコンに、欲しい情報が表示されていくということですよね。これが情報技術の全体像ということになります。はい、でデータベースとはということなんですけど、検索や蓄積が容易にできるような整理された情報の集まり、データベース管理用のソフトウェアであるデータベース管理システムを使用する場合も多いということですね。データベースとは、検索や蓄積が容易にできるよう整理された情報の集まりということですね。データベースって簡単に言えば、整理された情報の集まりのことをデータベースということですね。何かね、キーワードを入れたら、それに関連する情報がバッとこう呼び出されてくるような、そういった情報の集まりですよね。例えば会員番号とかっていうのを、入力したら、その会員番号から、紐づいたありとあらゆる情報、例えば住所とか名前とか電話番号とか、そういったものがダーッとこう表示されていくようなものですよね。そういう検索や蓄積が容易にできるように、整理された情報の集まりのことをデータベースというふうに呼んでいるということですね。でイメージとしては、こういうふうに物理的な実態があるとかっていうことではなくて、イメージとしては、こういうイメージということですね。何か、たくさんのデータっていうのが収められていて、なおかつその収められているデータっていうのがちゃんと、検索で引っ張られてくるように整理されているものですね。整理された情報が蓄積しているものがデータベースということになります。こういう、物理的な実態があるとかないとかっていうよりも、イメージとしてはこんな感じということですね。はい、もしくは、そのデータベースっていうのはこんな感じで、一つのデータがあるわけですけど、そのデータっていうのが整理されていて、紐づいていて、何か一つの、検索をすると、それに紐づいたデータっていうのが呼び出されてくるっていうことですよね。そういう、整理された情報の集まりのことをデータベースというふうに呼んでいますということですね。でも具体的にはどんなものがありますかということで、まず住所録ですね。何かね、会員番号とかお客様番号とか、そういったものを入力したら、それに紐づいて、そのお客様の名前とか住所とか電話番号とか生年月日とかがダーッと表示されていく、そういう住所録とか、もしくは電子カルテ、病院で管理されているような電子カルテですよね。もしくは企業データベースですね。例えばお客様情報とか社員番号とかで、管理されている、企業が持っているデータが、集まっている、検索でこう、調べやすいように整理されているデータですよね。企業データベースとか、もしくは音楽データベースとか、またインターネットの世界で言えば検索エンジンですよね。検索エンジンというのは何かね、検索キーワードを入力したら、その検索キーワードに関連する情報というのがダーッと表示されてきますから、インターネットの世界で言うならば検索エンジンということになります。こういったものは全部データベースというふうに呼ばれていて、データベースっていうのは検索や蓄積が容易にできるように整理された情報の集まりであるということですね。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいています。なので、ぜひこの機会にメルマガを登録して、4つの無料プレゼントすべてお受け取りいただければと思います。
はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。